マロボ証湖に望む保証の一つであるウエピ島の海岸2008年撮影宇宙から見たバングヌ島島の東側や北側にマロボ証湖が広がっている1940年代にイギリス海軍本部が作成したニュージョージア諸島の地図南東端のバングヌ島ムガト海島周辺からニュージョージアと北東側の海域に沿って証湖が北西に伸びている マロボ証子、マロボラグーンは、南位8度29分統計158度04分、南位8.48度統計158.07度、マイナス8.48、158.07、付近に位置し、バングヌ島の東側、ウガトカエ島の北側からニュージョージア島沿岸にかけて、広がる、世界最大の塩水の証子。ソロモン諸島の西部州をなすニュージョージア諸島の東部に、 一致しており、その範囲は、おおむね700平方キロメートルに及ぶ。また、大部分は二重の保障の列によって囲われており、チャールズ・ダーウィンが唱えた、ンゴ礁地形の、沈黙説を、最もよく説明する、模式地とも評されている。マロボ小湖の一部には、マロボ小湖世界遺産地域が設定されている。2008年12月23日に複合遺産、マリボ。 ケテパレコンプレックスとして暫定リストに登録され、2020年現在もその状態が続いている。この証拠では南半導イルカの生息も確認されている。この証拠はサンゴや魚類の種類も豊富でダイビングの公的地として人気が高い。証拠内には多数の島があり、その一部には住民が居住している。全体ではおよそ1.1万人が 50カ所ほどに分かれて住んでいる。地元の住民たちはマロボ語を話しており、主に自給自足農業に従事し、魚老の技術にも長けている。ありがとうございます。